さい。こんにちは、チャンプルーです。まあおはようございます、こんばんは、もう含めておきましょう。日付からいきますね。今日は12月の28日、日本は月曜日で、ここ、キーウエスト、フロリダ州はそうですね、月曜日です。で、あ、じゃあ日曜日です、すみません。で、まあフロリダっていうと、まあなんかトランプさんがね、休暇で過ごしておられるっていうことで、まあお会いしたらいろいろ入っていっておきます。ありえないかありえないですね時間がですね、すみません、日本は午前1時11分。ということは夜中ですね、日本は。午前1時11分。で、ここがですね、マイアミっていうか、まあ、キーウエストの方が、午前11時11分っていうやつですね。はぁ、ヒフーヘホーっていうやつなんですが、あ、今日魚を釣りまして、すいません、まあまあいいか。この iPhone でね、動画アップできなくなっちゃったんですね。申し訳ないです。これでちょっと見ていただいて。はい、チャンプルーです。大きくなるのかな。ウィニングピースです。やりました。これを持って帰っていいそうです。ああ、いや。ああ、素晴らしい。超でかい。見てください、これ。刺身やった超でかい。嬉しい。オーマイマイ、超でかい。見てください、これ。貴様用だね。こっち。ああ、やった。やったー、初めてこんなでっかい魚。この間もこれよりでっかいの釣ったんだけど、あれを逃がしちゃったんで嬉しい。さすがです。スーパースーパーハッピーハッピーですね。ということで初めてね、ほんとこれぐらいのでっかい魚を釣り上げました。まあ前のやつはね、超あれはもっとでかかったんですけど、あれはね、でヘルプしてくれる人が尾っぽの方から網に入れようとして、でね、切れちゃって逃げちゃったっていうやつですね。まあでもいい経験ですね、ほんとあれからなんか釣り基地3ペー、4ペー、5ペーっていう感じですね。で、これ、見てください、これ。今ね、骨とかを、皮とかはね、おつゆにしてます。で、今日の、私のランチがね、この間のタイの刺身と、この釣った魚、でかいやつ、名前ちょっとわからないんですけど、あと豆腐とパイナップル。で、これはね、残ったやつは、こう、バター焼きにして食べようかな、とかって思ってますね。映ってますかね？映ってますね。ね。今回はね、餌代よりも魚の方が、いいとかっていうやつですね。餌代よりも、ちょっと、魚にね、餌代の方が高かったんですけど、まあ今回はね、やっと今日釣れた魚の方がちょっと高価かな、価値があるなみたいなやつですね。で、今ねビーチに来てまして、まあまずはでも味見したいとしないとあれですよね。いや味見まあね、
所有権もないんで、もうおっさんなんでしょうがないですね。まあこんな感じでね。ミニマライズも兼ねてみたいな感じですね。もうあるもので全部っていうね、ボールで。魚を食べてみたいと思います。うん、鱗がまだ残って、あ、刻みようだな。これはタイですね、タイ。うん、まあ特にね、あのアメリカはこう多分、まあ文化の違いでしょうね。やっぱこう日本の魚をね扱うあの文化っていうのは超素晴らしいと思いますね。で、自分もあの魚釣りの動画を最近から見るようになって、神経締めとかね、血抜きとか、まあ魚がねあの苦しまないようにっていうことでこうね、あの締めたりとかね、そういうこと、ああ素晴らしいなとかって思いますよね。まあそういうこともね、自分もこう見習って、今日もちょっと締めて血抜きをしてっていう風な形で魚を今いただいてますけど、まあね、日本では当たり前のことなんですけど、ここまあアメリカではね、そういうその本当フレッシュな魚をこうなかなかね手に入らないっていうことですね。前のスタッフの人たち、すいませんね、カヤック買ったから絶対刺身ご馳走するからフレッシュの魚をとかって言ってたんですけど、すんません。もうね、動画見てたら結構釣れるんでね、魚が。まあもうね、それで3,400〜3,500かけてカヤックも買ったんですけど、船酔いしたんだったらどうしようもない。そうだ、ああ貴様言いましたね。今だったらね、こういう感じでね、ね、刺身ね、刺身まだ映してなかったでしたっけ、ね、こんな感じでね、ごちそうできたのになとかって思いますね。まあもう身こっちしてください。身こっちですね。見るごちそうっていうやつですね。パイナップル。あー、貴様ですね。まあせっかくなんでね、まあ、ビーチに来てます。ちょっとインカメなんで、ちょっとあれなんですけど、火大丈夫かな。太陽もね、こんな感じでいい感じですね。なんかヘリコプターかなんかが飛んでるんですかね。あ、ちゃうな、こっちのファンの音だね。キーウエストですね。マイアミから3時間半ぐらいのところですね。ビーチもね、こういう感じで日向ぼっこする人たちとか結構いたりしますね。ね、こんな感じです。あ、しゅ。またやさーい。ピュッ。